うん、後ろ取らなくてもいいから本当にいないんだな、なんか追いかけてくるやつもいねえって。いや俺どうしよう。まだ録画中やろこれ。うん、一応撮ってる。おまけラジオで使うんだ。おまけラジオか、きついな。おまけも何も本編が真相なんだよな。ナビよろぴくね。いやどうしよう、俺ディスっとるように思われちまうなこれ。いやまず本当に本当にもう俺あの怒られてもいいで流してもいいわ。うん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 、もう怒られてもいいわ視聴者さんに。うん、あの神社をディスるわけではないけど、うん、なんか本当に神の神殿に来たっていう、うんうんうん、パワーっていうかオーラが全く感じられんかったんだけどな。俺が病気かな俺。コロナが霊感にヒットするの。いやー悪い、俺どう言っていいんだろうなこれ。ここはもう心霊スポットではない。それは思う。なんだんだべここ田村神社って。でも一応神って書いてあるんだよね。神社って。うんうんうん、神のいる社。いや俺ディスっとるように思われそう。どうしたらいいやろう。本当のことペラ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 喋ってまっとるけど、なんかここでなんか言っといてくれたらあれだ、これをオープニングに持ってきますけど。今回の動画ははい田村神社をディスってることでことはしていません。はい、悪口言うつもりは毛頭ないです。僕が感じたことを動画としています。申し訳ございません。どうしたらいいんやろな、こういう時って。いやまあ正直何もないだから、言ってしまえばお蔵入りですよ、このなんか何もないが。ただな、親子がいるっていう証明できたからな。そうですね、親子がいる。最初何ちゅうの、俳優さん、うん、T さん、うん、T さんが嘘っぺって関心思ってたん。うんうんうん、うん、でも辿ってみると多分オーブ的には多分あの2つは同じ距離感と同じ大きさではない、大きいやつとちっちゃいのでうまい具合に調節されてたからこれだと思うんだけどね。大きさからいくと手をつないだ感覚かな。うんうんうん、うん、だけど一瞬で弱くて悲しくてなのかな、弱々しい。そうだね、そういうなんか今までの心霊スポット行った感じだと、そのこんな人が、女の人がいるんですって言ったら、その女の人、あこいつなっていうのがあって、うん、あこういう気持ちの人だよみたいなのまで説明してくれるけど、うん、それすら難しいぐらい弱々しい。弱々しい。こけたな。なんか俺田村神社バカにしてるように思われそう。バカにしてないんだけどよ、なんて言ったんだろうなこれ。わかんねえな俺あの感覚が。いやほんと俺やっべえなこれ。全部俺絶対田村神社バカにしとると思っとる、思われる。どうしたらいい。どうしたらいい。田村神社をバカにしとるわけじゃないんだけどさ、だから思ったこと言いたくねえな。やっぱし言葉考えんのかんぞ俺。
いや、てか単純に外したんだったらもうしょうがなくないって思うけど。いやー、わかんねえな、俺には。あれ、ごめん、どうしやん俺。いや、本当にね、本当自吸っとるように思われちゃう、これじゃあ。神いるのって俺も思わず言っちゃったけどさ、うんうんうん、本当に神いるのってか、本当本当思っちゃったんだもん。どうしよう。なんか考えよう。今日マジへこんどる俺。完全自吸っとるもん。っていうか、過去一であなたが取れ高ないって焦ってるってことっすもんね。いや、滑るのはいいのよ。取れなくても取れ高がなくても、うんうんうん、それはそれでいいのよ。うん、ただよ、その田村神社を自吸っとるに思えるんやて。お蔵入りする？ピー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 で今黒か。もうこんなとこ自転車走ってんな。あの最後の極論言っちゃうと、あの最後の橋のところ、うん、でその写真撮って女の人がいましたっていう、うん、あの親子いましたっていうところだけ証明できれば、うん、あれなので、おまけっていう感じで、なんていうと、あの今日やっとお昼探索にくっつける感じになりますけど、それでいいんだったら全然。それか本当に全部 P を入れてになるんだ。いやー、だって初詣行っとるじゃあそこを信じていくわけじゃん。うんうんうん。完全自吸っとるよな俺。自吸っとるよね。ディスなのかな。あの神様弱いわ。本当に神宮、伊勢神宮にしろさ、あの椿神社、はい、あそこにはさ、独特のそのパワーを感じるんやって。すげえ重苦しい、痛くなる、血で、あの針で疲れとるような。うんうんうん。今日それが一向にないからさ、俺ほんと自吸っとるの思われちゃうもん。どうしたらいいよ俺。ずっとカメラ回ってんだけど。今度は運転中じゃなく車止めて、しっかりとなんか前もって撮ります。どうやって何を撮るの。だからあの今回の動画はそのなんていうの、神社のことについても触れていますが、その決して神社をけなすわけでも、けなす意図はございませんと。ただあくまでかっちゃんの感じるその目線としての、うん、違うな。もうそれ字幕でずーっとゆっくり出しとけ。別に自吸っとるわけじゃねえんだけどよ。なんて言うんだろうな、こういう場合って。俺何度も一応説明はしてるんだよね、うん、本来だったらこういうチクチクする糸の張り詰めた空間とパワーを感じるけど、ここでは感じない。そうすると初詣行ったらじゃあ自吸っとると思うやん。信仰が深いと思う。